はい、チャオ、亀岡です。今日はですね、9月の27日、月曜日のですね、注目株、注目銘柄についてお話していきたいなと思っております。それから僕のね、相場戦略、相場感をですね、僕なりの、まあ、僕のね、経験と、まあ、これまでの過去の失敗談に基づいてね、お話していきたいなと思っております。よろしくお願いします。で、まずはね、セミナーのちょっとお知らせなんですけども、なんとね、僕めったにセミナーの講師とか、まあ、やらないんですけども、今回ね、サンワード貿易さんっていうね、結構まあ、50年ぐらい続いてるね、老舗の証券会社さんからご依頼がありまして、秋の陣ということでね、なんとセミナーの講師をすることになりました。ちなみに無料になっておりますので、まあ、興味がある方はね、ちょっと見ていただきたいんですけども、まあ、講師陣がね、すごいんですよね。なんと3名いるんですけども、まさに秋の陣っていうね、戦いにふさわしい講師になってまして、まずはね、米国株陣営としてはね、タパゾウさんですね。ゾウさんなんですよ。すごいですよね。ゾウさんのお口、みたいな、ゾウさんのお鼻かな。まあ、こういった形でね、タパゾウさん、確か僕ね、知ってます。最近なんか YouTube 始めたんじゃないかなと記憶をしてますが、まあ、Twitter 界ではね、非常に有名な方になっていますよね。そして、もう一方ね、この方知ってる、知らない人あんまりいないかもしれないですけども、なんとね、相場さんですよね。相場さんって呼ぶのかな。まあ、僕は相場さんって確か話して、いや、相場さんですよって言われた記憶が過去にあるので、お会いしたことはね、実は一度もないんですよね。ただまあ、まあ、この業界ではね、結構有名な方で、相場志郎さんですね。まあ、本もね、僕も株本も4冊くらい出してますけども、多分6、7冊くらい出しているんじゃないかなと。一番売れた本がね、株は技術だという本をね、出されてベストセラーになったと思っております。まあ、そういった意味ではね、まあ、相場志郎さんも、相場志郎さんもね、どっちだろう。相場志郎さんもね、出られるということで、そしてね、この、真ん中にいるのが、センターですよ、センター。ね、センターピンとして、まあね、まあもちろんこれ関係ないですよね。本当これギャグで言ってるので、そこは本当周りに受けておくしかないんですけども、なんとセンターを務めるのが神岡ということで、ね、日本株代表ということですよ。結構すごい、まあ、講師陣なんじゃないかなということで、僕もね、期待はしているんですけども、これがなんとね、無料で聞けるというのが、まあ、すごいなと。で、まあ、ウェブ視聴と、まあ、会場、まあ、リアルにね、まあ、聞きたい方は会場にお越しいただいて、聞くこともできます。で、会場がね、確か400名ぐらい今回入れるということで、でね、200名か。で、ウェブセミナーは確か1000人ぐらいまでね、大丈夫ってことなんですけども、どちらももうね、もうすぐ満員になりそうだと。ウェブセミナーの方はもう800人ぐらいまでね、来てて、会場もね、もうすぐ満員になってしまうということなんですけども、結構ね、やっぱり席を開けて、座るようにしてるからってことなんですけども、21日のね、10月2日の土曜日、1週間後になりますので、もし空いてる方がいたらね、まあ、できればね、まあ、ウェブセミナー、会場セミナー、どちらでもいいんですけども、来ていただいても、もうそれはそれでね、まあ、いろいろ質問ができるコーナーも後半あるということなので、いいんじゃないかなと思っております。まさに秋の陣ってことでね、ピューピューバーンみたいなね、ピューピューバーンバーンみたいなね、昔男はね、こうやって遊ぶもんなんですよ。ピューバーンみたいなね、ピューピューバーンみたいな、ババババーンババーンみたいな感じで、まあ、センター神岡に勤めますので、ぜひよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。で、備考欄に、詳しいね、この概要のリンクは貼っておきますので、もしね、興味がある方は、備考欄から、ちょっとね、見てもらいたいなと思っております。それでは行ってみましょう。まずはね、日経平均株価、3万円台回復ということで、600円高でしたね。まあ、すごい、急回復をしたなーっていう感じなんですけども、中央恒大のね、まあ、こういったリスクが軽減されたんじゃないかっていう憶測ですよね。で、期待で今ね、上がってるとこあるので、まあね、期待で上がって失望で売られるということで、まあどこでね、崩されるかわからないですけども、まあ上がったことに関しては、まあポジティブに捉えましょうということで、まあね、まずは、S&P500 ですけども、これ金曜日ですね。金曜日はちょっと若干上げぐらいで、こちらのね、75日線に、まあ下回った後、一旦切り返してる。まあそういった状況になっていますよね。で、僕はね、前の動画で話す通り、この RSI がね、20を下回りそうだったので、まあ、かなり、S&P に関しては安いでしょうということで、僕の場合はですよ、別に皆さんがね、は皆さんのやり方でやってほしいんですけども、このね、この S&P500 の、いわゆる ETF ですね、こちらを購入をしました。で、もうちょっと下がったらね、また追撃買いをしていこうと思っていたんですが、もうね、RSI ももうまた40近くまで上がってしまったので、一旦ね、ここは、まあ、押し目をね、買うことはこれ以上できないかなってことで、僕の場合はですよ、一旦これでまたね、待っている状態になってます。まあ、カバッさんのお口ですよね、いう状況になってると。まあ、これヘビだっていう噂もありますけども、まあ、ヘビですね、これどう見てもね、確かに。まあ、これちょっと置いときまして、で、日経平均ですね、プラス600円高ってことで、日経はまあ、上がりたがってるというふうには見えます。まあ、
米国株以上にね、上げが強いということになりますが、まあ、今はね、まあ、選挙、総選挙前でもありますし、まあね、アメリカが、まあ、いろいろね、今後、テーパリングであったりとかね、金利の上昇局面を迎える中で、黒田総裁がね、まだまだ、量的緩和を今後も続けていくってことをね、これまで通りやっていくってことを、まあ、発表したので、しばらくね、日経が、まあ、アメリカよりもね、まあ、デカップリングで上がっていくってことは、期待してもいいんじゃないかなと思ってますが、当然ね、まあ、この番組で話す通り、中国が今非常に揺れてますので、で、不動産バブルが弾けそうだっていう、まあ、情報も入ってきてますよね。これデータとして入ってきてますので、これは別の動画で話しますが、まあ、そういった意味ではね、まあ、警戒をしながら、かかとを浮かせながら、日経平均とは戦っていきたいなと。まさに秋の陣がこれからね、始まっていくと。まあ、そういった状況に入ってるんじゃないかなと思います。で、マザーズもね、ちょっと上がってるという形になっております。で、僕は日本株が 60%、アメリカ20、中国10、オイル10という形でポートフォリオを組んでいます。で、今ね、まあ、ちょこっとね、ニューヨーク先物も上がってますので、ただ一旦、まあ月曜日はね、利確売りから始まりそうな、まあそんな流れにはなってますが、まあこのままね、ニューヨークダウ先物がまたね、まあ強くなっていくようなことがあれば、5から上がっていくというね、月曜日の流れも期待できるんじゃないかなと思ってますので、まあ押し目買いをするとかね、あるいは逃げるっていうテーマもありますのでね、ここの、まあ一つのね、3万円を突破した、一つのタイミングをね、逃げ時と捉えて一旦利確をするとかね、現金保有率を高めるとか、ロスカットをするとか、それは皆さんなりのね、戦略シナリオが違うと思いますので、取り組んでいただきたいなと思っております。で、これらを踏まえてね、引け後に広く一般に公示された、実際のね、高決算、高材料のね、開示された情報の中から、今日もね、順番にお届けしていきたいなと思っておりますが、ここだけの特別な情報は一切ありませんので、その点はご了承ください。それからこの番組はね、技術の習得を目指す番組になってますので、その点もご理解ください。それでは行ってみましょう。まずはね、気象レグザに対して敗訴確定ということで、こちらね、いわゆるその LED ですね、レグザ液晶テレビなので、後ろから、このね、光を当てて、確か青色ですかね、発光ダイオードに対して、このね、日夜科学だと確か読むと思うんですが、非常に特許を持っていて、強いんですよね。まあ、特許技術のね、いわゆるそのサイバーに強い、まあ、防衛に強いというのは、まあもちろん、任天堂がね、代表格として挙げられますけども、任天堂はどちらかというと、ゆるく、ちょっとね、まあ皆さんで、まあ、このね、業界そのものを盛り上げていくために、まあ、あまり侵害しなければ使っていいですよ、みたいなところちょっとあるんですよね。でもこの日夜科学は、もうちょっとでも侵害したら、もう、ビュー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 みたいな。ピュ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 みたいな感じで、とことんやると。別にそれ悪いこと言ってるわけじゃないですよ。それはもちろん、企業防衛策なので、ここはね、コア事業であれば、それは社員を守るためにやらざるを得ないってこともあると思うんですが、なんか確か自社の博士、自社のね、社員とも戦ってますよね。一時期ね。まあそういった意味では、レグザね、負けてしまったってことで、東芝だと思いますので、東芝ブランドってことで、じゃあ今後どうなるかってことで、5年チャートで見ていこうと思うんですが、まああまり影響を受けてないですね。で、しかも、前回5年前の高値ですよね。新高値ブレイクスルーをしていますので、もしかしたらね、東芝結構強い。今後ね、さらに上がっていく可能性も、このテクニカルからは、まあ見て取れるので、まあ研究銘柄としてね、この果たして訴訟敗訴が、どうなっていくのかっていうのをね、追跡する意味でも、研究してみても面白いんじゃないかなと思っております。続いての材料はこちらですね。ニトリですね。営業益が 4% 減ということで、コロナ勝ち組もね、いよいよ、ね、ちょっと負け組になるのかってことなんですが、まあ今までね、どちらかというとコロナ特需で、ニトリとかね、例えばね、巣ごもりで、ね、ベッドを買うとか、テーブルを買うとか、デスク用のね、そういったいろいろ小物を買うとかね、あ、デスクって言いますか、デスクワーク用ですね。そういった形で特需でね、上がっていたので、まあ、それは、ここに来てね、もうそろそろその特需も終わるというタイミングになっても、まあ、おかしくはないでしょう、ということになりますので、まあ、ここからどうなっていくかということになるんじゃないかなと思っております。で、一方、チャートはね、1年チャートで見ると、ここもね、前回高値をもうブレイク寸前ってことなので、ここをね、そのブレイクすれば、そのトレンドがね、新しく切り替わるので、まあ、それをね、今後どうなっていくのかっていう、まあ、研究するっていう意味で、まあ、いろいろ追跡してみると面白いんじゃないかなと思っております。あくまでね、研究銘柄として、こういったテクニカルとかね、その情報、ファンダメンタルの動きに対して、相場ね、がどのような形で動いていくのかっていうのを、その自分の経験値に変えていくと。知ってるだけだとね、それは使えない
使えませんので、それをね、いかに経験値に変えていくかっていうのがすごく大事なんですよね。そういった形で使っていただくと嬉しいんじゃ、いいんじゃないかなと思っております。で、続いてはこちらからね、決算になってますので、よろしくお願いします。で、まずはね、のりたけカンパニーリミテッドですね。こちらがね、いわゆる研磨ですよね。の国内最大規模を誇る会社になってまして、セラミックとかね、工業用炉にもね、を扱ってまして、鉄鋼とか、ベアリングとかのね、中心に、そういった研磨などをやっているという会社になってます。で、今期経常ね、35% の上方修正ということで、配当も30円増額。まあ、今ね、配当の増額が非常に続いてますよね。僕はね、来週の権利落ちで、配当狙いで今ね、買い進めてきてましたので、年間いつまで350万ぐらいなんで、別に、金額をね、計算して、なんかエクセルとかで表を作ってね、今年は、締めみたいなことをやってるわけじゃないんですよね。大体、このぐらいの銘柄を保有しとけば、今のこの景況感だと、300万だろうとか、350万だろうみたいな形で、感覚値で、22年間相場やってるので、わかるってことなんですけども、今年はなんか400超える可能性がありますね。いや、それは、別に保有銘柄がすごく多くなったとか、もちろんね、配当も、ね、値上がり益も、すべて、そのまま出さないでね、株式投資でもう一度再投資しているので、複利でどんどん増え続けているっていうのはあると思いますが、450万ぐらいになってもおかしくないかなと思います。それはやっぱり増配がすごく続いているからってことですね。これも全部、オープンにしますのでね、後ほどまた、10月、11月ぐらいに、僕のね、キャピタルゲインとインカムゲインをすべて、皆さんに公開できたらなと思っております。でね、非常に 35% 増益ということで、いい決算なんじゃないかなと、ホームページに全部出てますので、詳しいことはね、ホームページで見てもらいたいなと思います。で、こちらね、先ほどの研磨なんですけど、ダイヤモンド工具とかね、昔、ホコタテっていう番組がありますよね。そういった意味ではね、ホコが勝つか、盾が勝つかみたいな形で、こういったね、工具が勝つか、それともね、世界最強のなんかこう、セラミックがね、防衛するかみたいな、やらせだったみたいな形で、結構突っ込まれて終わっちゃいましたけどね、僕楽しみに結構見てたんですけどね、ラジコン感をなんか追いかける、これすごい余談になるんですごい笑わせますけど、ラジコン感をね、BB ガンで撃つみたいな形ですかね、それがやらせだったってことなんですけども、番組なんかね、僕ね、一時期テレビでも携わっていたことありますけども、ドッキリとかね、8割、9割、やらせなので、モニタリングなんかね、モニタリングはすごい楽しいです。エンターテインメントして見てるのはね、非常にいいと思うんですけども、あれをやらせじゃないと思って見てる人なんているのかなと思いますね。むしろ日本ってやらせすぎてつまんないっていうのありますよね。よくなんか外国人のね、スポーツ選手が来て、その日本人の子供が質問するじゃないですか。あれって自由に質問させればいいのってよく思うんですよね。海外とかね、自由に、僕もスポーツ選手としてね、なんかお父さんのね、意思をついにやりたいとかだ。君、素晴らしいみたいなね。頑張りなさいみたいな。日本人なんとかで、絶対言わされてるでしょうっていう質問するのが、ちょっと嫌だなっていうのがあります。だからそこまでやらせなくてもいいんじゃないかなと思いますが、そういった意味では、ホコタテっていうのはちょっと置いておきまして、いろんなね、自動車関連、鉄鋼、半導体とかね、電子部品とかやってますので、そういった意味ではね、かなりのいろんなテーマ関連株に、今ね、この、突っ込んでるということがありますので、関わってるに近いですね。そういった意味では期待もできるんじゃないかなと思います。配当利回りも 3% ということでね、業績も、いいということになってますし、この12年間赤字に転落したこともないので、いろいろ調べてみてもらっても面白いんじゃないかなと。1年ちゃんと見ると、やっぱりね、株価はこの1年で2800円ぐらいから4800円ということで、もう2倍株ぐらいにはなってますね。で、5年ちゃんと見るとね、ただね、結構まだ低位から、今ね、トレンドを作ってる、トレンドフォローの段階、しかも定位からね、いよいよ注意に入るという形に見えますので、トレンドの、定位から注意をね、得意とする投資家にとってみてはね、面白いんじゃないかなということでご紹介しました。で、続いてはね、研究銘柄としてね、山内ホールディングスですね。山内かな?ちょっと後で調べておきますね。山内ホールディングスですね。で、こちらが、国土強靭化テーマ関連株ですね。で、コンクリートの製造メーカーになってまして、関需、いわゆるね、国からの受発注が7割ということになっております。で、亀木経常ね、13% 増益ということで、結構いい、決算内容なんじゃないかなということでご紹介しました。こちらホームページで、ね、ヤマウホールディングスになってますね、出ています。で、こういったね、修正理由とか全部ここに書かれてますので、配当とかね、そのホームページの IR 情報から皆さんも同じ情報が見れますので、見てもらいたいなと思っております。これだけの特別な情報というのは一切ありませんので、で、コンクリートとかね、水門とかね、その地質とかやってまして、やっぱりこれからね、治水関連はね、非常にその国土強靭化って言われる、いわゆる災害を
抑えるところでは大事になってきますので、まあ、このテーマ関連株ってことでね、期待できるんじゃないかなと。治水ですね。利水、治水ってことになります。で、1年チャートで見ると、こちらね、もうね、こちらも右肩上がりでずっとトレンドを作ってる形になってまして、5年チャートで見るとね、結構高い位置になりますが、まあ、テーマ関連株ってことと、まあ、後継差が出たってことでね、まあ、調べてみて、研究銘柄としては面白いんじゃないかなと思います。で、続いてはね、伊藤ハムですね。こちらが、合弁には、合併吸収したんですかね。三菱商事系なので、まあ、おそらく三菱さんのね、指示で、おそらくね、こう、経営のね、合理化、そして生産性、そして生産体制をね、をシームレスにして、よりね、まあ、利益率を高めるために、やったんだと思いますね。上期計上ね、22% の増益ってことで、まあ、いいんじゃないかなと。で、国内最大のね、この合併、合弁によってね、なったので、まあ、規模的にもね、非常に大きくなったということになります。こちらもホームページすべて、決算内容出てますので、伊藤ハムさんですね。それから、こちらがね、量までが 2.9% ということでね、まあ悪くない配当利回りになっております。で、1年ちょっと見るとね、今またちょっとトレンド、まあレンジに近いですかね、上値780円、下値660円の今レンジをちょっとね、続けてる形に今見えます。この1年ちょっと見るとですね、なので今ちょっとね、若干上値になるので、ここからまた切り下げてくればね、まあそれはそれでね、安値を拾うっていう戦略もできます。ただ、5年ちょっと見るとね、まあこの内需の銘柄だからというのがありますけども、このレンジを未だ突破できないで、いよいよね、もう一度再トライをするという段階に入っているようにも見えますので、この高決算がね、市場で評価された場合は、これがね、ブレイクして、次の制御を目指すってことも十分考えられなくはないということで、まあ、研究銘柄としてね、テクニカル的にも面白いんじゃないかなということでご紹介しました。今日はこういった形でね、いくつの銘柄をご紹介しましたが、まあ、ビコラにね、冒頭に話した、セミナーですね、秋の陣ってことでね、この3名で戦うと。いうことになってますので、まあ、実際にね、本当に槍と剣をも戦うわけじゃないですけども、まあ、いろいろね、面白い話も聞けるんじゃないかなと思いますので、興味がある方は、リコ欄から見てください。それでは今日は以上になります。高速で、ゴー!